私はヤマハが修善寺のサイクルスポーツセンターで開催しているニューモデル MT25、MT03 の発表試乗会に来ています。今日はいつもの通り発表試乗会の会場からということで、試乗時間ともに短くなっています。なので技術説明の部分でこのモデルのデザインや特徴、そういったものは説明されているので、最後まで動画を見ていただくと、このモデルのことがおおむね分かっていただけるのではないかと思います。ヤマハとしてはこのモデルに関しては、市街地交通をリードできるロードスターを開発したと、まあその開発の狙い通りのモデルになっているんじゃないのかなという感じがします。まずその根拠の一つとして、ハンドリングがやはりとても軽快ですね。基本的には YZF-R25 とまあ、プラットフォームを共通化しているということで、もちろん乗り味自体が全く違うというようなことはありえないわけですが、それにしてもあのカウルが取り払われているフロント周りの軽快感がとても強まっているという感じがします。また実際にはハンドル位置なども高く、そしてライダー側に手前にちょっと引かれているということで、こういったライディングポジションの違いによる部分もハンドリングに大きく影響しているのではないかと思います。まあ、乗りやすいですね。こういった特性であれば、まあ、通常の街中の走行、そしてツーリングなども相当楽しくこなせるのではないかと思います。はい、ここからストレート、ちょっと直線などで飛ばしてみたいと思います。はい、カメラがついてるんで今あまり飛ばせないんですけれども、はい、はい、今ちょうど100キロぐらいまですぐに到達しましたね。シフトチェンジがとても気持ちよく決まるんですね。このエンジン180度クランクを採用していて、最高出力は36馬力、最大トルクは23ニュートンメーターということで、このクラスとしてはまあかなり強力なエンジン、クラストップと言ってもいいと思うんですけれども、そういったエンジンを積んでるだけに、どうしてもその出力とか出足の良さ、そしてトップスピード、そういったものに目が行きがちなわけですが、先ほどのコーナーの侵入で体感できたような、まあ、例えばミッションのシフトダウンのその気持ちよさであったりとか、こういった部分がですね、まあ、いちいちスポーティーにできているという感じで、楽しませてくれるバイクだなという感じがします。今日はまだ雨がですね、今上がったばかりなので、とてもまあ無理はできないですし、私にはそんな腕はないんですけれども、まあそういった私でもですね、これ軽量なバイクなんですけれども、結構普通に乗っていてもしっとりと前輪に荷重がかかっているので、まあ、こういった滑りやすい路面でもあまり怖い感じがしないですね。フロントタイヤがどん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 外に逃げていってしまうような、そういった感覚はあまりないですね。まあ、タイヤは確かこの25の方は IRC 製のタイヤだったと思うんですが、まあ、当然日常でも楽しめるバイクということになると、雨上がりを走ったりとか、もしくは雨が降っている中走るというようなこともあるかと思うんですが、まあそういった時でも楽しく走れるような、そういったチューニングがなされているのかなという感じがします。ハンドリングもとても素直ですね。もう私は本当にテクニックとかないので、余計な入力をしてしまうというようなことがあるわけですが、この MT25 の場合はもうそれよりも先にバイクが曲がり始めてくれるので、余計な入力をしないで済むというか、まあ、そういった癖が出にくい、そういったハンドリングになっているのかなという感じがします。もう視線を向けた方向に自然に頭が向いていくという感じで、とても乗りやすいですね。ブレーキかけるのも全く怖くないですね。はい、ブレーキをこう少し握り込んだ時のフロントフォークとの入り方のバランス、それもとても分かりやすい、
今どれぐらいフロントのフォークが沈んでいるのか、それがライダーにこう直感的に分かるというか伝わってくるような、そんなフィーリングになっていますね。あとリアサスペンションのフィーリング、こうして乗ってみると意外とソフトな感じがしますね。まあ、YZF R25 もそんなにハードな設定ではなかったんですが、この MT25 もそれに倣ってというか、かなりソフトでしなやかな設定になっていると思います。はい、今3速ですね。3速で、急旋回転、まあ、この辺りですね、ちょうどピークパワーが発生するちょい手前だと思いますけれども、まあ、開いた時の、エンジンのしつけの良さ、唐突に反応する部分がなく自由自在に操れるという感じで、とても乗りやすいですね。それとやはり車体全体がとても軽いですね。午後に試乗する予定の MT-03 とこの MT-25、車重は全く同じということで165キロしかないんですね。そして冒頭に説明した通り、ハンドルバーがライダーに近く、そして高くセットされているということで、まあ、このあたりの車体への入力のしやすさ、こういったものも相まって、まあ、やはり、まあ、どんなシチュエーションであっても自由自在に扱える車体になっている、そんな印象がありますね。はい、それでは午後の試乗ということで、ヤマハが発表したばかりのニューモデル MT-03 に試乗しています。やはりですね、こうして短い期間で25から03に乗り換えてみるとかなり違うなという印象ですね。軽量な 165kg の車体に対して最高出力はこの03の方が42馬力、最大トルクは 30Nm ということで、まあ、最高出力で言ってもこの軽量な車体に6馬力も違うわけですから、まあ、そりゃ乗り味もかなり変わってくるなという感じですね。そもそものトルク自体もこの03の方が相当太いなというのは、もう乗り比べれば誰でも分かる違いだと思います。こういった、まあ、曲がり込んだコーナーでもスロットルを開けていくと、まあ、こちらの MT-03 の方がリニアに増速していくと、加速していくという感じなので、そうですね、こちらの MT-03 の方が怖くないということも言えるかもしれないですね。 MT-25 の方は4気筒的な二次曲線カーブを描いてギューンと加速していくという感じなので、もしかしたらそこら辺のコントロール性は MT-25 の方がややクロート好みと、こちらの MT-03 の方がずっと普通に乗れる、それでいて低速域から力強いという感じですね。若干ですけれども足回りはこうコツコツと路面の凹凸を伝えてくるというか、これに関してはちょっとタイヤの差が大きいのかなという感じがします。MT-25 の方は IRC 製のタイヤ、そしてこの MT-03 の方はミシュランのパイロットストリートだったと思いますけれども、タイヤが違うんですね。そしてこの MT-03 も25同様ですが180度クランクを採用しているということで、高回転域に向けて伸び上がっていくような回転上昇、それも十分に味わえるので、まあ、この MT-03 もかなりスポーティーで楽しめる、そんなバイクに仕上がっていると思います。はい、MT-25 ほどではないですが、この MT-03 でもエンジンを高回転域まで気持ちよく回すことができますね。はい、そして今のようなシーン、比較的低いギアで高回転域までエンジンを回して引っ張っているとき、まあ、開いたときに今もそうだったんですけれども、スロットルを急に閉じると、まあ、車体剛性がやわなモデルだとそういった時にふらつくということがあるんですが、この MT-03 に関してはそういったことは一切ないですね。確か資料によるとこのエンジン4点でフレームにマウントされているということなんですが、そのうち3点がリジットマウントになっていて、エンジンのケースをフレームの強度メンバー、ストレスメンバーとして使うという構成になっているわけですが、そのせいもあってこのフレーム、見た目は細いんですけれどもかなりがっちりしているという感じですね。エンジンブレーキのバックトルクがかかった時のフィーリングもこの MT-03 はとてもいいですね。
滑らかというか急激なバックトルクがかかるということはないので、まあ、私のようにあまりうまくない人間が乗ってもそれなりにスポーティーな雰囲気を味わいながらシフトダウンできると、まあ、ちょっと自分がうまくなったと錯覚するようなそんな楽しいバイクですね。まあ、本当にロードスターという感じですね。ハンドリングに関してはもう何の不安もなくどうにでもなると、まあ、そのあたりがまあ楽しめる要因というか YZF R3 とはちょっと違う魅力という感じがします。皆様おはようございます。商品客の樋口でございます。私の方からですね、まあ、今回のですね、MT03、MT25、こちらの方のですね、企画の方について説明させていただきます。はい。で、まあ、本モデルの狙いでございます。まあ、MT シリーズというですね、MT という名前を、まあ、背負っているわけですけれども、まあ、こちらの方のですね、シリーズの魅力であるトルクとアジャリティ、まあ、この2つをですね、このグラスでも体現すると。というのが狙いになっております。で、まあ、トルクの方ですけれども、こちらはですね、まあ、主にエンジンを指しますが、モーショナルで、生き生きとしたエンジン、まあ、こちらを、まあ、実現していくというのが一つ、それからですね、あらゆる場面で、軽快に楽しめるアジャイルなハンドリング、まあ、この2つがですね、全 MC シリーズの、まあ、根本価値になっております。で、まあ、その中で今回の2503に関しては、操る、楽しみというのをですね、味わえて、なおかつ市街地、こちらの交通の中でもリードできるようなロードスターを作りたいというところが狙いになっています。はい。で、まあ、モデルのコンセプトでございます。こちらの方ですね、大都会のチーターというコンセプトで、まあ、開発を進めております。で、まあ、大都会のチーターって何だというところなんですけれども、まあ、まずはですね、まあ、お客様のところですが、まあ、こちらはですね、先ほど申した通りですね、若いエントリーのお客様というところをですね、主眼に置いております。初めてのバイク、もしくは2台目のバイク、まあ、経験がですね、そんなにまだ、ないよというですね、方にでも楽しんでいただけるというようなところを、狙いたいというふうに思っております。ということもありましてですね、まあ、このモデルのセールスポイントとしましては、まあ、1つ目に市街地走行が楽しいというところに書いてありますけれども、まあ、高速走行でも余裕がある追い越し加速ができること、あるいは中回転から高回転に向けての回転フィーリング、まあ、こちらが非常にこうですね、胸薄く感じがあること、それから狙ったラインがズバッと狙える切り返しが軽快であると、いったところを狙って作っております。で、まあ、それに合わせまして俊敏性と存在感、まあ、両方を感じるようなデザインというのを、まあ、実現したいというふうに考えております。で、まあ、そういう楽しみの乗り物ではあるんですけれども、他方ですね、実際にはですね、街中だったり通勤使うという主要とかになりますので、まあ、ライディングポジションであったり足つき性といったところはですね、乗りやすいといったところをですね、初心者のお客さんでも気兼ねなく乗れるといったところをですね、目指したモデルになっております。で、まあ、今回のところですね、デザインキーワードとしてですね、エクストリームアジリティ、それからセクシーマスク、パーフェクトコントロールといったところを今回の2305ではさらに強調しているといった形になっております。はい。まあ、もちろん繰り返しになりますけれども、スタイリングキーワードとしては、マスコンセントレーション、それからエクスムーブメント、個性的なフェイスという、こういうところを、ポイントとして、考えております。で、まあ、そういうところを、まあ、スケッチ展開するとこういう形になります。はい。マスコンセントレーション、まあ、特に肩、ショルダーのところにですね、まあ、特徴があるかと思います。それからですね、まあ、テールの方もですね、なるべく軽快感を出すということで、まあ、ショートオーバーハンド、軽快なところを出しているというのが特徴でございます。それからですね、まあ、特徴的な X ムーブメントと呼んでいるんですけれども、またがった瞬間にですね、見ていただけると分かると思うんですけれども、まあ、クロスしたような感じ、まあ、こちらの方ですね、さらにこう軽快にですね、操れるといったところの動きをですね、連想させるようなところを造形でも表現しております。
それからですね、MT-0325、これのキャラクターとなりますですね、カウントコロ、こちらの方もですね、シリーズ共通でやりながら、このモデルの特徴的なところといったところでですね、メータバイタのところにこう動画を使ったりしてですね、特徴を、このモデルとしての特徴を出しているところでございます。私、ヤマハ造機 SP 開発の平野と申します。それではですね、本題の開発のところの内容のご説明をさせていただきたいなと思いますが、まず最初に共通部分となりますクラスナンバーワンの動力性能、そして軽快なハンドリングのところになります。はい、まずクラスナンバーワンの動力性能となりますが、4ストロークの直列2気筒のエンジンを用いています。このエンジンの特徴は最高出力、そして中回転からの高揚感、この2つが非常に、特徴として持っているエンジンになります。先ほど MT のキーワードの中でトルクアンドアジャイルといった表現がありましたが、そのトルクといったところを具現化しているユニットになります。こちらの方にスペックの方を表していますが、基本的には、ベースとなるユニットの共通となります。こちらの方に、メインとなる、ハードの方を書いておりますが、180度クランクをベースにダイヤジェルシリンダーと、こちらのユニットに関しましても、ベースの素性のいいエンジンをハードとして使っております。続きまして車体の方になります。軽快なハンドリングといったところで、このユニットの特徴になりますが、軽量であること、そして狙ったラインをトレースできるといった素性の良さを持っております。今回のこの車、165キロという装備重量で MT25、MT03 ともにまとめています。こちらの方にハードのスペック類のところを書いておりますが、ホイールベース、シート高といったところであったり、フレームの剛性を司るフレーム、そしてリアーム、フロントフォーク等ですね、いずれも R25、R3 のコンポーネントを供与しております。タイヤに関しましてはスピードレンジの違いということがございまして、こちらの方も今回ですね、2種類のスペックに分けております。以上がですね、まず基本ベースとなるユニットのところの共通のところになるんですが、ここに対して今回のこの MT-0325 の味付けになるところ、大事な味付けになりますが、そこのところをご説明をしたいと思います。はい、市街地の扱いやすさ、快適性というところになりますが、後ろの方見えますかね、数字が、こちらの側面紙の絵になります。でハンドルのポジションをですね、高さ方向で39mm、ライダー側にですね、19mm寄せております。このハンドルの位置を変えることによって楽な乗車姿勢、そして自然な打角フィーリングというのを生み出しています。アップライトにするといったところで、もっと大きく当然位置を変えることもできるんですが、ライダーとの一体感といったところも大事にしておりまして、この一体感とのバランスを見ながら、この数字といったところを決めて、これによって自然な操舵フィーリングが得られるようになっております。でもう一つがですね、カウルレスの軽快感というところになりますが、その名の通り、こちらにあります前方の開放感、当然前にある部品のところがなくなってくるといったところになりますが、もう一つ、こちらの点線にあるのがですね、 R25 のカウルのラインになりますが、ここの部分がなくなって、非常にですね、小さなヘッドライトといったところが入ることによって、マスの集中を図っています。これによって取り回しの軽さといったところも生み出しております。楽な乗車姿勢と前方の開放感から開けた前方視界、そして自然な打角フィーリング、取り回しの軽さといったところから軽快なハンドリング、この軽快なハンドリングはユニットとして使っております R25、R3、 これを上回る軽快感を生み出して、この2つ目のキーワードになりますが、アジャイルなハンドリングを実現しています。この部分はですね、
晴れ間もそろそろ出てきたと思いますが、ぜひ乗っていただいて、またがった瞬間、そして走り出した後にですね、ぜひ感じる場所も作っておりますので、この特徴の良いところをですね、感じていただきたいなというふうに思っております。続きまして、アジリティを感じさせるコンポーネントというところで、こちらに出てきます。まずですね、この MT といったロゴをモチーフにしているヘッドライトのカバーがこちらにあります。このヘッドライトのカバーのすぐ下にはですね、 LED を用いましたアイライン風のポジションライトを入れております。ここは非常にですね、ユニークなデザインでもありまして、特徴を持たせています。その下に H4 のヘッドライトのバルブを入れていますが、このコンパクト、ものをですね、非常にコンパクトに仕上げました。車両をですね、側面から見ていただくと、まさにですね、チーターって顔ちっちゃいんですね。顔がちっちゃいんですけど、そのイメージをですね、そのまま具現化できておりますので、ぜひ写真を撮るときとかは、ちょっと斜め横からですね、小顔が目立つような写真の撮り方をしていただきたいななんて思います。そして2つ目がですね、MT のところのカバー類、インナータンクのところになりますが、今回7枚の樹脂パーツをですね、効果的に配しまして、先ほどご説明がありました X モーベンといったところを具現化しています。そして3つ目がですね、アルミ製のこれダイキャストで作っていますが、アシットグリップになります。どちらかというとですね、少しタンデムライディングといったところをこの車としては大事にするといったところもございまして、こちらにあります非常にですね、握りやすいアシストグリップを用意しています。ただしこれもですね、デザインをかっこよくするために凝縮感のある車体に沿わせるような形でコンパクトなデザインに仕上げながら、でもちゃんと使い勝手も考えた形でつけております。4つ目のキーワードになりますが、アンダーカウルといったところで、これはデザイン的なところの要素もありますが、機能をですね、きれいに満足するようにコンパクトに仕上げました。これらのですね、アジリティを感じさせる4つのコンポーネントパーツを武器に、デザイン的なところを車体のまとめをしております。ワイズギア開発部商品企画課の谷口と申します。皆様今日は一日どうぞよろしくお願いします。今回の MT25 とですね、03も、コンセプトである、都会大都会のチーター、あとは扱い方がストリートユースというのを軸にですね、商品の30アイテムぐらい準備しました。まず一つ目、プロテクションパッド、何これっていうところですけども、通常でいうとタンクパッドですね。これの特徴はですね、メインライダーが車両にまたがったときに接触する部分にですね、このようなパッドを貼って、傷つきを防止するのというのとですね、あとは貼り付けたことによる外観商品性を向上するというのが目的です。仕様なんですけども、このように透明のですね、1ミリの塩ビ板の裏側から印刷、カーボンプリントとですね、あとは MT のキャラクターネームをプリントしてですね、外観商品性を向上させるということと、傷つき防止という、2つの目的を持った商品になります。続いてプロテクショングラフィックですけども、先ほどのプロテクションパッドと何が違うかというところですが、先ほどのプロテクションパッドはですね、まさにライダーからの傷つきを防ぐという意味を含めてますが、このグラフィックというのはその名の通りですね、外観商品性を向上させるという意味合いを多く含んだ商品になっております。ものはですね、先ほどのタンクパッドと同じく、1ミリの透明塩板の裏側からですね、カーボンプリントとキャラクターネームをプリントしたものをですね、この車両の3点のところに貼り付けるというふうな内容になっています。貼り付ける場所はですね、サイドダクトとラジエーターカバー、あとはシートカーブとサイド部のこの3点です。この貼り付ける意味合いはですね、例えば軽微な立ちゴケとかですね、駐輪の時に置いてて第三者と接触しやすいところに、貼り付ける位置を定めております。今回ですね、MT25 と03はですね、3色展開するので、これはそれぞれですね、プロテクションパッドとグラフィックを貼り付けた絵になっております。続いてのアイテムですけども、3点、まず1点目がですね、シングルシートカウル、
このシングルシートガルの形状自体は、先に発売された YZF-R25 と形状は全く一緒です。何が違うかというとですね、これを装着するとですね、二人乗りはできなくなりますので、グラブバーが必要なくなります。そのグラブバーを取り外したときに開く穴をこの樹脂キャップを装着してスタイリングをさらに上げるという目的の商品であります。カラーリングはですね、機種展開されている3色をご用意しました。続いてリアキャリアですけども、このリアキャリアのもの自体はですね、シングルシートガールと同じく、YZF-R25 と形状は全く同じです。MT25 と 03 にこれを取り付けるときにはですね、グラブバーを外して、その取り付け穴を共通使用するということでグラブバーを外します。なので、グラブバーを外したときに穴を埋めるこのゴムのキャップを追加しました。最後ですけども、スポーツスクリーン、これはですね、もともとが ABS の塗装に対して、これクリアスモークをかかったものでして、高さが約60ミリアップしています。で、幅が約50ミリワイドになっています。これは目的はですね、メインライダーが伏せたときにですね、ウィンドプロテクションの効果を持たせるという意味合いで、ご用意しました。以上5点がですね、今回 MT25 と、03のために新品開発されたものですけども、実際の車両はですね、